吉田キッカですの前半ワンオーバーだったんですけど、チャンスに2回蹴られたんですけど、どっちも外しちゃって、でもったいないボギーの打ち方もしちゃって、ちょっともったいないなっていうのがすごいあります。で、雨がの日は結構距離感は言いにくくなるので、そこはしっかり合わせるように意識してダンスしました。で、後半アンダーで回ってもらって頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。前半42回で、雨の日に気をつけたことはダフらないことを気をつけました。はい、後半もダフらないように気をつけていこうと思います。前半の反省点は、反省は簡単にボギーしちゃったので気をつけたいと思います。はい、です。ちょっと OB 残念でしたね。はい、後半頑張ってください。マリナユリカです。前半は35でした。後半はクラブ選択に気をつけて、このチャンスを作っていきたいと思います。雨の日気をつけることは、本当に縦距離が変わってくるので、クラブ選択をいつもより多めに取ったりとか、いろいろ考えて。どのぐらいのヤードにどのぐらいのプラスするんですか？150ヤードだったらどのぐらいスプラスするの？150ヤードだったらラインにもよるんですけど、0.5 から1本ぐらいのクラブを変えて乗ります。後半も頑張ってください。はい、ありがとうございます。前回優勝だったよね。今回も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、森麻希です。前半39回でした。雨の日に気をつけていることは、グリーンが濡れているので、その濡れたグリーンに対応できるように気をつけましたが、反省点はその初っ端、ロングパットをすごいショートしてしまって、最初から合わせることができなくて、スタートでちょっとつまずいてしまったので、最終ホールの 30m ぐらいのバーディーパットはもう楽しむ気持ちで、もうなんかこれはもう自分の感覚で絶対しっかり打ってやるっていう気持ちでちょっとオーバーして、2メートルぐらいの下りもカップしか見ずに打ち込みました。大成功でした。ありがとうございます。ちょっと前半思うようなスコアにできなかったので、どんどん巻き返して後半絶対バーディー取ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ食事楽しんで。はい。古竹なるみです。前半のスコアは37です。ワンオーバー。ワンオーバーです。反省点、ちょっとショットが荒れていたので、後半は調整できるように頑張ります、はい。で、雨の日に気をつけていることは、ちょっといつもよりも飛ばないので、しっかり打っていくように気をつけています。じゃあクラブ選択じゃなくて強く打つようにしてる。クラブ選択も、あります、はい。まあ場合によるだろうけど、150ヤードのショットで結構雨が降ってたらプラス何ヤード、プラス5ヤードぐらいのは考えるかなって感じ。わかりました。じゃあ後半頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい。第1回優勝者和田澄です。お疲れ様でした。お疲れ様です。前半は35でした。35、はい、お今のところトップタイ。前半は狙っていのパー5でバーディー取れて、パー5でボギーちゃんにいるので、後半は雨に気をつけてショットガンプレーするように頑張ります。はい、雨の日に気をつけている方は、距離と方向性が合うように気をつけています。はい、で距離はどんな感じ？やっぱり150ヤードとプラス5ヤードぐらい。はい、少し大きめに打ちます。わかりました。今日も17番気をつけて。17番、はい、17番のパー5、はい、気をつけてください、はい。じゃあ後半撮影入りますんで、よろしくお願いします。中井あゆみです。前半のスコアは36でした。お、今のところ3位タイ。3位タイか。1位は、1位はワンタイで、前半の反省点はちょっとアプローチ乗んなかったらボギー打っちゃったんで、ちょっとそこが反省点です。後半の意気込みは、多分雨降って寒いんで、元気よく頑張りたいです。
雨止むといいよね。はい、雨止むといいです、はい、で、雨の日の注意点は、うん、ドライバーフェース面滑っちゃったりなんで、あのちゃんと打つ前聞きます。そうなんだ、はい、全然違う、やっぱり全然違います。あ、そうなんだ、はい、分かりました。それはあの放送してちゃんと視聴者に伝えるようにします。いやいや、はい、じゃあ、はい、どうぞ。はい、荻野晴美です。前半のスコアは39でした。前半の反省点はパターがなんか短い距離も全く入ってくれなかったので、後半はあのパターが入るようにもっとしっかりゆっくりライン読んで1打1打丁寧に頑張りたいと思います。雨の日の反省点は、反省点じゃないよ、雨の日に気をつけるもんね。雨の日に気をつけることは、私の場合なんか雨降ってると結構急いで打っちゃうので、あの一呼吸置いてしっかりあの定まってから打ちたいと思います。はい、でも濡れちゃうからね。そうだ、ちょっと焦っちゃうね。焦っちゃいますね。もう焦らないように。わかりました、頑張ります。後半頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、はい、高山かおりです。前半は37です。課題や反省点は、ノーバーディーなので、後半バーディー取れるように頑張ります。雨の日の注意点はスイングテンポが速くなりやすいので、いつも通り振れるように気をつけます。以上です。はい、頑張ってください。はい、あさみなつみです。前半は39でした。反省点はバーディーが取れなかったので、後半はバーディーをたくさん取れるようにしたいと思います。はい、雨の日はグローブをたくさん持っていきたいと思います。お、すごい基礎的なものだ。はい、まあちょっとグリーン濡れてて最初あのスピード合わせるの難しかったよね。そうですね、うん、重かったです。はい、後半じゃあ頑張ってください。はい、頑張ってと思います。はい、石山琴です。前半のスコアは40でした。ちょっと朝からダボを打ってしまったので、後半は気合を入れ直して頑張りたいと思います。はい、雨の日に注意することは、グリップのプレッシャーが強くなるので、それを気をつけて回りたいと思います。はい、後半頑張ってください。はい、まだ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 チャンスあるので、はい、トップは1アンダーで5打差です。頑張ってください。頑張ります。はい、はいはい、大島さんさです。前半1オーバーでした。後半はもっとバーディ取れるように頑張ります。まだまだチャンス、1オーバー、はい、と2打差だ。はい、頑張ります。はい、そうですね、雨の日に気をつけると。パターンの距離感変わらないようにちょっと対応できるように頑張ってきます。ちょっと重いよね。そうですね、相当重くなってる、はい、後半も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、いいですか。はい、スコア、名前新庄さんです。2オーバーでした。お、全然チャンスあるよ。チャンスですか。全然あるよ。後半も頑張ります。はい、前半は何が悪かったですか。ショットが悪かったので、うん、もしかしてどんな風にブレてましたか。なんか距離が合わなかった。で、後半は合うよ。はい、雨の日の雨の日に気をつけることは、もっとってこと、嫌がらないで楽しくやることです。嫌がらないで雨を嫌々ってしないで楽しくやること。はい、頑張ってください。長見奈子です。前半は38です。まだまだチャンスだ。3打差トップから。本当ですか。うん、頑張ります。うん、反省点はそうですね、結構いいところにつけてはいるんですけど、やっぱりそこぐらいのバーディーパットを外してからちょっとリズムがおかしいので、後半しっかりそれをリズムを修正していけたらいいなと思います。はい、雨の日の気をつけること。雨の注意点は、まあ、芝が重いのでしっかりクリーンにボールに当てられるようにしていけたらいいかなと思います。距離とか考えてますね。距離考えてます。少し落ちると思うので、まあ、バンバンってちょっと上げてしっかり押し込んでいく。後半まだ3打差なんですよ。はい、チャンスはあるんで、このトップ1アンダーはそうですね、まあ、後半雨ひどくなるかもしれないので、
をちょっと縮めていけたらなと。頑張ってください。はい、ありがとうございました。花道りほです。前半はオーバーでした。前半はスリパットに返しちゃったんで、後半はパターが入るように頑張りたいと思います。雨の日は焦らずに準備をしっかりして落ち着いてプレーしたいと思います。はい、頑張ってください。お願いします。まだチャンスたくさんあります。はい、皆さんです。頑張ってください。